何あんたもお母さんみたいなことしよう、ね、何がござりござりと。今日寒いな、本当寒い。風の音聞いただけで、もう竹やぶがさわ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 しよう。音聞いただけで寒いことだから、音聞いただけで寒いことだから、うん、想像するけ。想像することない。そんなことやったら雪、雪のテレビやったら寒なるね。雪は降る前、降るとき。この人なんで？下の冷やご飯が。待ってるか、手がかじかんどるけよいよいけ。しょうがねえって言うのか。俺たち十手持ちはな、いつだって生き死にかけんのが役目なんだ。でも十手は返上しだなんてあんまり、あれではそうだったがかわいそうです。しのぶ、出かけるぞ。しのぶさん、初めて口答えをしてしまいました。小僧が首のところで切られた。あら、ここの小僧が外したのかもしれない。こんなにしとったんじゃんの声がした。顔見知りはいろった。いろってないって。いつこは厚にが人だもん。すると、なんても自分がやったことを人に言うたって心当たり。いいえ、全くございません。そうかね。ところで、この隠し金庫の鍵はどうして？いつも主人が大切に飾り棚の奥にしまっておりました。その隠し場所を知ってるもの。はい。主人と私と、それにこの美濃吉だけでございます。そうかい。ところで、お前さんたちは夕べどうしてる？実家の母の容態が悪く、3日前から里帰りしておりました。私は昨日も5つに店を閉め、半時後には裏方の住まいに戻らせていただきました。美濃吉、お前の住まいはどこだ？はい、米沢町の神左衛門長屋で一人住まいをしております。どうか。それで昨夜家に戻ってからどうした？疲れていましたので早寝を決め込みましたが、お役人様、手前をお伺いになるのか。
やいや、気を悪くしねえよ。これが俺たちの務めなんだな。みのきちさんですか？ゆんべどうしていたか知らねえかい。はあ、早めに火が出てたから寝ちまったんじゃないですか？どっかへ出かけたけんはねえかい。さあ、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 おお、なんだ、なんか当たりあったかい。へい、ゆんべの井之助君、番頭を見かけたって夜泣きそばへ行ったのか。井之助君だと？へい、それと抜け屋に押し込みが入ってまなしじゃねえか。早寝を決め込んだなんて、やっぱり抜け出していたんですよ。となると、身の吉が賊を引き入れたとも考えられるな。おめえを、身の吉をしょっぴいて、叩いてみましょう。いや、身の吉が一味ならば、必ずつなぎを取り合うはず。これまで、じっくり見張っていてくれ。はい。怖くて体が震えたか。将軍はそんなことか。はい。私はもう情けなくて、これじゃあいつまでたっても一人前には。真帆さん、気持ちはわかるが、忍が言うように少し叱りすぎじゃないかな。はい、そうかもしれませんが、今の正吾じゃ物の役に立ちません。正吾に伝えてくれないか。今夜私の役宅へ来るよ。え、いや、一緒に夕飯でもと思ってな。夕飯を？ありがとうございます。そこまでお心にかけていただいてもったいのがない。おいおい、まるで親父だな。はい、出来の悪いせがれでして。この手に握ってみないと安心できないんだよ。面白い男だ。お前さん、店のくぐりと開けさせただけじゃねえ。開けさせただけだろうと。約束は約束だよ。欲の皮を突っ張った男だ。お前さん、野手屋の御行者にして、そのうちに旦那に収まろうって寸法だろうが、それはそれ。分け前は分け前ですよ。あ、おらいいぞ。分け前はつなぎを。